ちらは公明党日田市議会議員舘野清道、茨城県議会議員井出義弘でございます。公明党も結党50年を迎え、また連立政権におきましては10年以上が経過をしたわけでございます。今回の安倍第三次内閣、アベノミックス、また地方創生、景気回復、さまざまな点におきまして、来年度におきまして、皆様から自公連立政権に期待をいただいたと思っているところでございます。この期待を裏切ることなく、真剣に27年度予算、また本州の予算におきましても、地方創生、ある総務省の調査によりますと、30年後には3分の1の自治体が自力で運営できない、このような統計結果も出ているところでございます。この地方創生、ある小松の大企業におきましても、本社を小松市に移転するなど、首都一極集中から地方に分散をして、若者が、また女性が地元で働いて子育てできる、またさまざまな消費行動等等、景気回復に向けた取り組みが今後石破大臣の下で進んでくるものと確信をしているところでございます。本市におきましても、この地方戦略におきまして、本市独自、各自治体が独自の施策を推進する義務付けもされております。今回12月にも、本市におきましては日田市長を先頭に、少子化問題、また高齢化問題等々、本市が抱える大きな社会現象もそうですけれども、セクションが立ち上がったわけでございます。このようなところから、本市におきましても少子化は非常に大きな問題となっているところでございます。また20代30代の若者が全国の平均から比べますと非常に日田市は少ない状況も統計的に分析されているところでございます。この若者がいないということは、お金も使わない、また回らない部分で、消費喚起、本市の景気に大きく左右をされているところでございます。このような問題につきましても、本市の新たなセクションでさまざまな検討課題となってくるところと考えているところでございます。今後とも皆様の声、また現場の声を聞きながら、本市が安全で安心で住みやすい街づくりであるための施策を真剣に取り組んでいきたいと考えているところでございます。こちらは公明党日田市議会議員舘野清道、茨城県議会議員井出義弘でございます。